てとまた会えるかな。この別れがいつか来ることわかっていた、わかっていたけど、そろそろ走り出さなくちゃ。クラスメイト過ごした日々を今になって思い出して、悔やんだとしても素直になれなかった。あの日々にさよならして、他につまずいてしまうけれど、全部じゃなくていいから、たまにはね、少しはね、思い通りうまくいくといいな。クラスメートまた会えるかな。この別れがいつか来ることわかっていた、わかっていたから、最後になる前に、クラスメートいろんな道を歩いたけど、その全てがドラマみたいで、主人公はそれぞれさ、毎日がありのままで、また会えるから、続きはもう始まっているよ。一度きりのこと、自分が僕たちを待っている。